三国志演義羅漢中第15回太史寺盛んに昭和王と戦い孫白富大いに玄白虎と戦う。久しぶりに朗読のお供カルピスウォーター、いつもはねカルピスをね買ってですね、それを溶かして飲んでいて、やっぱ私は炭酸が好きなので炭酸でカルピスソーダにすることが多いんですけど、今日はねたまたまペットボトルのカルピスウォーターをもらったのでこれを飲んでるんですけど、なんかちょっと小さくなったような気がする微妙に小さいですね。あ、でも500入ってるんだ、なんか細い気がするけどね、形がちょっと違うのかな。なんか三国志演義なんてサクサク読めるんだろうと思ってたら結構こう読みにくい、まず勢いがあって講談みたいで、なんか一文が息が続かないのと、まあ私があのね去年とにかく1年で喘息で息が吸えなくても肺活量が落ちちゃったのかなとか、いろんな要素はあるんですけれども、あとはやっぱりねシャーシューショーとかがね多いので、おなんか困っちゃうんだよね。もう普通に読んでるのにこれ何滑舌の練習みたいな、そんなのが多いのでね夜に乗じて序軍を襲うとかねやばかったというわけで読んでいきます。さて張飛が剣を引き抜いて己の首をはねようとしたとき、玄徳が一躍して抱き止め剣を奪って投げ捨てると、個人も兄弟は手足のごとく、妻子は衣服のごとしと言うたではないか、衣服は破れようと繕うことができるが、手足は一度立たれたらつなぐことはかなわぬ。我ら三人当園に義兄弟のちぎりを結び、同日に生まれじといえど同日に死なんことを誓うた中ではないか。今日たとえ城や家族を失ったとはいえ、兄弟を道半ばで死なすことができようか。ましてやあの城はもともと我らのものにはあらず、家族が囚われたとは申せ、両夫は決して手にかけたりする男ではない。また救い出す手もある。そなた、一時過ちを犯したとて何も死を急ぐことはない。と激しく泣いたので、官長二公もともともに感急したことであった。ここに演術は、両夫が助手を襲ったことを知ると、両夫へ九州を差し立てて兵糧5万石、馬500頭、金銀1万両、反物1000匹を送ることを約し、劉備を攻撃しようと申し入れた。喜んだ呂布は、郷潤に命じ、5万の軍勢をもって玄徳の背後を襲わせた。玄徳はこの知らせを聞くと、雨も良いの悪天に乗じて、兵を引き払い、杭を捨てて東の方、高陵を取ろうとした。高潤の軍勢が着いた時には、玄徳がすでに引き払った後で、高潤はきれいに会って約束のものを要求した。しかしきれいが、貴公は一旦お引き取りくだされい。それが私宿にお伺いした上でお送りいたそう。というので高潤は彼と別れて帰陣し、呂布にきれいの言をつぶさに報告した。呂布が不審に思っているところへ演術からの書状が届いた。それには、高潤は確かに参ったが、劉備を除いたわけではない。劉備を捕らえた暁にはお約束の品々お送りいたそう。とある。劉備は怒って演術の裏切りを罵り、直ちに軍を起こして攻めかかろうとした。このあたりの話って、なんか、こう、なんていうの？お仕事を下手に引き受けちゃったときに、受け負いみたいなね時にね、気に入らなかったから料金払わないとかねよくねそういうことありますよね、契約書はちゃんと作ろうみたいなD さんカルピスソーダ、コボのね朗読のお供はカルピスソーダですね、いつもはねなんかありますか D さんもね、まったくなんかね、もう今もそうですね、我々もね結構そういうことありますね。置いといて、はい、この時陳宮が言うのに、
それはなりませぬ。演術は呪春によって大軍を要し、兵糧も十分備えておりますれば、軽々に敵とすべきではござらぬ。むしろ玄徳を呼び返して勝敗に駐屯させ、我らの味方に加えておくのがよろしいと存じます。他日彼に先鋒を命じて、まず演術を滅ぼし、次に炎章を打ち滅ぼして天下を伺うべきでございます。両夫はその件に従い、玄徳のもとに迎えの使者をやった。さて、玄徳は兵を率いて高領を取ろうとしたが、炎術の矢打ちにあって同性の大半を失い、引き上げてくる途中で両夫の使者に出会って書状を受け取り、大いに喜んだ。官長が、両夫は義を知らぬやつ、うかうかと信ずることはできませぬぞと言ったが、玄徳は言った。彼が好意で呼んでくれたのに疑うことはない。かくて助手に着くと、両夫は玄徳が疑惑を抱くのを恐れて、まず家族を送り届けさせた。甘美の二夫人は玄徳に会って、両夫が兵士を使わして館の門に立たせ、諸人の出入りを差し止めたこと、また常に侍女に物を持たせてよこし、何一つ不自由しなかったことなどをこもごも物語った。玄徳は官長に向かって、わしは両夫が家族を手にかけたりせぬことを知っておったのじゃと言い、両夫に礼を述べに途上した。上妃は両夫を憎んでいたので、共に行こうとはせず、一足先に二人の兄嫁を守って勝敗に向かった。玄徳は両夫に会って礼を述べると、わしは城を奪うつもりはさらさらなかったがの、弟子の張飛が酒の上で人を殺めたりしおったので、万一のことがあってはと代わりに守りに参ったのじゃ。何これ、何この言い訳。玄徳、それがしかねてより兄者にお譲りせんと思っておりました。両夫はなお心にもなく玄徳に返すと言ったが、玄徳は固く辞退して勝敗に立ち返った。官長は心中怒りに耐えなかったが、玄徳は言った。身を屈して分を守り、天の時を待つのじゃ。運命と争うものではないぞ。一方、両夫は人をやって食料反物などを届けさせた。これより両家の仲がむつまじくなったことはさておく。さて、炎術が呪春において少子を集めて盛大な縁を張っているところへ、孫策が露光の大主立光を討ち、大勝して帰陣したとの知らせがあった。炎術に呼ばれて孫策が庭先に拝服すると、炎術はその労をねぎろうて、主演に同座させた。もともと孫策は父親を失ってから高難に引きこもり、広く賢者を求め礼を厚うして教えを請うていたが、後母方の叔父、丹陽の大主呉慶が当賢と不和になったので、母親や家族を極和に移り住まわせ、単身炎術のもとを頼ってきていたもの。炎術は彼を愛して常々、わしに孫策のような息子があればいつ死んでも思い残すことがないのだがと探索していた。ちょっと待って、曹操はさ、確か孫権のことをあのような息子が欲しいとか言ってるんでしょ。どうなのこの息子キャラみたいな。後のチームは置いといて、それで会議行為としていたが、先に兵を率いて慶賢の大帥ソロを攻めて見事に破ったので、その武勇を見込んでさらに立功を攻めさせたところ、この日またも勝利を収めて帰陣したわけである。注釈、大帥とはソロは俗の頭目らしく、大帥は自ら名乗っていたもの。海賊王に俺はなるみたいな自らの称号ですね。置いといて、その日縁果てて孫策は小野賀陣屋に帰ったものの、炎術の宴席での傲慢な態度に心中甚だ面白からず、高校と次さえ渡る中庭に歩み出たが、一世の英雄たりし父孫権のこと、己の今の落ちぶれた様などを そぞろ思い浮かべて、我知らず声を上げて泣いてしまった。とその時、一人の者が外から入ってくるなり、カンラカラと笑って、これは白府殿、どうなされた。
ご尊父財政の右利はよろず拙者をお持ちになされたものじゃ。貴殿もなんぞ思い余ったことでもあらば、拙者に一言言うてくだされてもよいではないか。一人で泣いていても仕方ござるまいに。何者ならんと見れば、丹陽軍古将の人清和主、なわちあざな君里というかつての孫権の部下である。孫策は涙を収めて部屋に生じ入れ、身どもが泣いたのは父の志を継ぎ得ぬことを不甲斐なく思うてだ。遠光炉殿に頼んで兵を借り、江東へ進んで呉慶殿を救うに名を借りて大事を図ればよいではござらぬか。何事までも他人のし、ちゃうちゃう、いつまでも他人の下で小さくなっておるには及びませぬぞ。話し合う折から突然一人の者が入ってきて、ただいまのお話、それがし特等受けたまわった。それがしの配下に屈強の者が100人ばかりおる。及ばずながら白府殿、一匹の力をお貸し申そう。これぞ演術の幕僚で女難軍西洋の人、清和良、名は藩、あざな志向である。孫策は大いに喜んで、座を進め共に語り合うたが、両藩の言うのに、したが、遠光炉殿が兵を貸してくれぬとすると、身どもは亡き父の形見の伝国の玉璽を持っておる。あれを七にしよう。おお、あれは光炉殿が兼ねており、御所望の品。あれを七とされれば、必ず兵を出すのを承知するでござろう。三人の将棋一決して、次の日孫策は演術の前に出ると、涙ながらに拝服していった。それがし、いまだ父の仇も打てずにおりますところ、今また叔父呉慶が幼衆の獅子劉陽に苦しめられ、局話に残してまいったそれがしの老母家族一同が危うき目に遭うも必定と思われまする。ついては屈強の兵数千を拝借してかの地へ渡り、家族を救い出しに参りたく存じまする。万一ご懸念のあろうなら、ここにございます亡き父の形見、伝国の玉璽をしばらくお預かりくださりませ。演術は玉璽と聞いてそれを手に取り、総合を崩した。ハハハハハ、わしは別にこれが欲しいわけではないが、しばらく預かっておこう。3000の兵と馬500頭を貸してやるほどに、平定したら直ちに返すようにせよ。それからそなたの官位ではこれだけの大軍を動かすのもやりにくかろう。わしからお上へ摂政行為天皇将軍にのぼせるようお願いしておくほどに、日を定めて打ち立つが よろしかろう。孫策は敗者して引き下がり、軍勢を率い、主治両藩と旧将の帝府郊外関東らを従えて吉日を選んで進発した。進んで歴王家に至った時、一体の軍勢が近づいた。先頭に立つ大将、物腰みやびやかな容貌端麗な男は、孫策を見るなり馬から飛び降りて拝服した。見れば六王軍叙情の人、姓は周、名は湯、あざな黄金である。周湯来た。孫権が董卓を討つにあたって家を叙情に移しており、周湯と孫策が同い年で親交を結び義兄弟となったが、孫策が2ヶ月早く生まれていたので、周瑜は孫策に啓示していたものであった。時に周瑜は丹陽の大将を務める叔父の周将というものを訪ねようとしていたところ、ゆくりなくもここで孫策と意気合うたものである。孫策は周瑜に会うて大いに喜び、己の苦衷を打ち明けると、それがしご大業のためには剣馬の労をもいといませぬ。そなたが加わってくれれば、身どもの望みも可能というようなものじゃ、と喜んで、主治両藩らに引き合わせた。周瑜が孫策に言うのに、兄者は大業を果たされんとなら、江東に二丁があるのをご存知でしょうか。二丁とは、一人は北条の長将、あざな師父、一人は光陵の長公、あざな志向と申し、共に天地を巡らす際の持ち主でございますが、乱を避けてここに陰性いたしおるものです。なぜこの二人をお呼びなされないものです。ふう、頑張れ私。なんかもしかしたら長っていう人が一番多く出てくるかも。置いといて、なんかね、
このウィキソースの一番最後のところに人物作為みたいなのが載ってて結構便利っぽいと思った。置いといて、孫策は喜んで直ちに贈り物を届けさせて招いたが、共に固く拒んで来ようとしなかった。そこで孫策直々彼らを訪ねて共に語り合い、痛く気に入って極力出馬を進めたので、二人はようよう承諾した。孫策は長所を長子として武軍中郎城を兼ねさせ、長江参謀正義行為として、ともどもに流用攻略のことを協議した。さて劉陽はあざなを精霊と言い、東来軍防兵の人で観光室の一門であり、対劉長の甥、遠州志士劉泰の弟であるが、元揚州の志士をやっていて呪春に駐屯していたのを遠術に追い立てられて江東に渡り、極和にやってきたものである。この時孫策の軍至ると聞いて急ぎ諸将を集めて協議すると、武将長英が進み入れて、それがし一帯を率いて牛所を守り、たとえ百万の兵至るとも一歩も近寄せずに守ってご覧に入れまする。と言いも終わらぬうちばっかより、それがしに先陣を申し付けくだされい。と高らかに叫ぶものがある。一同が見れば、これぞ東来軍貢献の人、太子寺である。太子寺は北海の囲みを解いてから劉陽のもとにいたり、彼のばっかにとどまっていたもの。この日孫策の来襲を知って先方を願い出たものであったが、そちはまだ若くて大将とはなれまい、わしのそばについておれ、とりしけ、劉陽に言われて不服そうに引き下がった。長英は兵を率いて牛所に入れ、蔵に兵糧十万石を積んだ。かくて孫策が兵を率いて到着すれば、長英がこれを抑え、これを迎え、ふうちょっと、両軍牛舎の瓦に相対峙した。孫策が馬を乗り出すと、長英が散々にこれを罵り、郊外が乗り出して長英に打ちかかる。数合せぬうちにわかに長英の軍に上を下への混乱が起こり、陣中に火をかけたものがあるとの中心があった。長英が急いで軍を退くところを孫策一気に進んで追い打ちをかけたので、長英は牛舎を捨てて山中に逃れた。ここに長英の陣中に火をかけたのは二人の優勝で、一人は旧皇軍、呪春の人で姓は章、名は金。あざなを交易と言い、一人は旧皇軍、葛西の人で姓は周、名は泰、あざなを傭兵という。この二人、共に世の乱れに乗じて、揚子江で人を集め、強盗、追い剥ぎをして世を渡っていたが、かねて孫策が江東の英傑で、剣士を招いていると聞いていたので、配下300人余りを、率いて身を寄せてきたものである。孫策は大いに喜び、二人を謝罪行為に取り立てた。かくて牛所の軍に収められた蔵に収められた兵糧武器を分取り、降参した兵4000人余りを合わせて軍を新定に進めた。さて長英が敗れて帰ると、劉陽は怒って切り捨てようとしたが、幕僚の策友節霊がそれをなだめ、霊陵城に駐屯させて敵に当たらせることとした。劉陽は自ら兵を率いて新帝の山の南麓に陣を取り、孫策は北の麓に陣を構えた。孫策は土民を呼んで尋ねた。この近くの山に漢の後部皇帝の廟がないか。土民、廟ならこの上にございます。孫策、わしは昨夜夢で後部皇帝のお召しを受けた。これから参詣してまいるぞ。長子、長将、それはなりませぬ。この南麓は劉陽の陣でござりますれば、もし複製でもあらばいかがされます。孫策、わしには天の神の助けがある。恐れるものはないわ。と鎧をつけ槍を引っ下げて馬に乗り、帝府郊外関東賞金周大ら都合13騎を従えて陣を入れ、山に登って廟に参詣した。馬を降りて参詣を済ますと、孫策は廟前にぬかづいて祈った。もし孫策が江東において大業を立て、亡き父の志を継ぐことが叶いましたなら、直ちに廟を建て直して祭祀を絶やさぬでありましょう。祈願してから廟を立ち入れ、馬にまたがると諸将に向かって、わしは峠を越して劉陽の陣備内を探ってこようと思うぞ、と言った。一同が思いとどまるよう言ったが、孫策は聞き入れず、皆と共に峠に出て南方の村や
林を眺めた。この知らせが早くも物見の兵から竜陽にもたらされた。これは孫策の誘いの手じゃ、追うなと竜陽が言ったが、太子寺は今孫策を捕らえなければ二度と機会はないと小躍りし、竜陽の命も待たずに鎧をつけて馬に飛び乗り、槍を握って陣を出るや、同郷のある者はついてまいれと叫んだが、一人として動かない。ただ一人身分の低い武将が、太子寺殿こそまことの勇士、それがしご加勢いたすと馬を踊らせて従ったが、諸将はどっと嘲笑った。さて孫策はしばらく眺めていて、ようやく馬車を返した。峠を過ぎようとしたとき、上から孫策待ていという叫び、孫策が振り返って見やれば、二頭の馬が飛ぶように駆け降りてくる。孫策は味方十三騎を横に並べ、槍を小脇に構えて待ち受ける。太子寺は荒々しく、孫策はどやつじゃ、そういう貴様は誰じゃと孫策が問い返すと、わしは到来の太子寺じゃ、わざわざ孫策を手取りにしに頑張れ私、わざわざ孫策を手取りにしに来たのじゃ。孫策はカラカラと笑い、はっはっは、みどもが孫策じゃ、貴様ら二人でかかってこようと逃げるようなわしではない、逃げるようなら孫白夫ではないぞ。言うなり太子寺は馬を踊らせ、槍をしごいて孫策に突きかかる。孫策はまた槍をしごいてこれを迎え、両馬掛け合わすこと55に及んだが、勝負がつかず、テーフラは心中密かに舌を巻いた。太子寺の方は孫策の隙のない見事な槍さばきを見て、かなわぬふりをして逃げ、孫策をおびき出そうとした。太子寺が元の道をたどらずに山麓を回れば、孫策追いすがって大勢一喝、逃げるとは卑怯だぞ。太子寺心中で、こいつには12人もついてきている、俺はただ一人だから、たとえやつを手取りにしてもまた奪い返されてしまうだろう、もうしばらく引っ張り回し、やつを一人きりにしておいて討ち取ってやろうと考えたので、時々戦いながら逃げ回る。孫策逃さじと追いすがって、ついに平地に出た。太子寺馬車を返して戦いを挑み、またも50号にもなる。孫策が槍を繰り出すところを太子寺さっとかわして、その槍を小脇に挟み込み、同じく槍を繰り出せば孫策もかわして、同じくその槍を小脇に挟み取って、二人は合死と組み合うたまま、どーっと馬から転げ落ち、馬はいずこともなく走り去った。二人は槍を捨て、襟首をひっつかんで殴り合い、陣羽織もいずれも粉々にちぎれ飛ぶ。孫策一手早く太子寺の背中の短撃を取り上げれば、太子寺も孫策の頭の兜をもぎ取った。ちょっと行き過ぎた。孫策が矛で矛で太子寺を告げば、太子寺は兜で受け止める。そこへどっと歓声が上がり、竜陽が援軍千人余りを率いてはせきたる。孫策がこれはしたりと焦るところ、テーフラ十二騎も駆けつけたので、孫策と太子寺はようように手を離した。太子寺が軍中から馬を借り受けて槍を取り、馬にまたがって再び寄せかかれば、孫策の馬はテーフによって取り押さえられていたので、孫策も槍を取り馬に乗る。竜陽の一戦欲と入り乱れて戦い、次第に新帝の山麓に近づくところ、どっと歓声が湧いて、周遊が援軍を率いて馳せつけた。竜陽が自ら大軍を率いて山麓に殺到したが、折しも空は暮れかかって激しい雨風となったので、双方軍をまとめて退いた。次の日、孫策が軍勢を率いて竜陽の陣屋の前に至れば、竜陽も軍を率いて迎え撃つ。両軍の陣容を備うや、孫策は槍の穂先に太子寺の衝撃を振って、小鉾をつって陣頭に打ち振り、兵士に叫ばせる。太子寺の逃げ足が遅ければ、今頃は串刺しなるぞ。太子寺も孫策の兜を陣頭に高々と差し上げ、兵士に叫ばせる。孫策の首はもはやここにあるぞ。
そう、D さん、そう、食にも長所とか出てきますよね。そうそう、長っていう人がもしかしたら多いかも。なんか30、あ、長っていう人は30人ぐらいは出てきてるはず。置いといて。両軍互いに時の声を上げ、いずれも負けじと罵り合う。太子が乗り出して孫策に勝負を決戦と眺めば、孫策我慢ならずに乗り出そうとするのを帝府が引きとどめ、殿、じきじきのご出馬を願わずとも、それがしが手取り、言いにくいよ。誰か助けて、手取りにして、言いにくい、手取りにしてご覧に入れまする、と陣頭に馬を乗り出す太子。貴様では相手にならんわ、孫策を出せ。帝府大いに怒り、槍をしごいて太子に取ってかかる。両馬掛けたがえて30号したとき、竜陽がにわかにドラを鳴らして戦いをやめさせた。太子が引き取ってきて、それがし今一息にて俗称を手取りにせんとしたるを、なぜ軍を引かれたのでござる、と言うと竜陽の言うのに、周瑜が軍を率いて局が襲い、露光軍庄司の鎮部、あざなし列と申す者が内容して周瑜を迎え入れたとの知らせがあったのじゃ。本拠を取られたとあっては、ぐずぐず、ふうぐずぐずしてはおれぬ。直ちに末領へ行って説令、昨夜の軍と合流し、急ぎ取り戻しに行かねばならぬのだ。言いにくい、滑舌が試されている。太子が竜陽に従って軍を退けば、孫策も追わずに軍勢を整えた。その時、長子長将から、敵は周瑜殿に局アを取られ、戦意を失うておりまする。今宵こそ夜討ちの好機と存じまする、と言われて、下にもとうなずき軍勢後手に分けて一挙に突き進んだ。ために竜陽の軍勢は散々に打ち崩され、四方八方逃げ散った。太子は短期踏みとどまって戦おうたが力及ばず、十数騎を従えて夜のうちに経験へ落ちていった。さて、孫策はまた新たに鎮武を得たが、この人身の丈七尺、顔は黄色く、目赤く、容貌怪異。孫策は甚だ彼を敬愛して好意に取り立て、先鋒を命じて、説礼にかからせた。神武は十数騎を率いて敵陣に突き入り、印50葉をあげたが、説礼は門を閉ざして出ようとしない。孫策が一挙に敵城を押しつぶそうとしたとき、竜陽が左右と合流して牛将を奪ったという思いがけぬ知らせがあり、激怒した孫策、自ら大軍を率いて牛将に押し寄せた。竜陽左右の両名が馬を乗り出してこれを迎えれば、孫策、こりゃわしが参ったに、なぜ早々に降参せぬか、と叫ぶところ、竜陽の背後から一人の荒武者が槍をしごいて踊り出る。これぞ武将の帯である。孫策は参語をせずしてこれを生け捕り、馬首を返して帰陣した。竜陽の武将反応は、帯の捕らえられたのを見るや槍を構えて追いすがり、その先、あわや孫策の背中を突き通すかと見えた時、孫策の陣中の兵士が、殿、後ろから狙われておりまするぞ、志村みたいな、置いといて。振り返った孫策、鼻先に迫った反応の馬を見て、百来一時に落ちたがごとき体罰を浴びせれば、反応はあっと驚いて青のけざまに落馬し、頭を砕いて死んでしまった。なんか怒鳴って殺すっていうの他にもありましたよね。張飛もなんか、いや、なんかわめいてましたよね。まあ置いといて、何なのこの人たち、どんな武器なの、超音波でも走ってるんですか。置いといて、孫策が門旗のもとについて帯を投げ下ろしてみれば、これまた締め付けられて死んでいた。瞬く間に一人の大将を小脇に挟んで締め殺し、一人を怒鳴り殺して、これより孫策は昭和王と呼ばれるようになった。その日、竜陽の軍勢は大敗し、陣馬大半が孫策に降参し、討ち死にした者は1万余りに上った。竜陽と策友は余将の劉表のもとを頼って落ちていった。孫策は軍勢を取って返して再び末領を攻め、自ら堀の際まで駒を進めて説礼に降参を進めた。この時、城中から飛来した矢が孫策の左足に突っ立ち、孫策はどーっと落馬した。
諸将が急いで陣屋に担ぎ込み、矢を引き抜いて金装の崩れを塗った。孫策は味方に触れて大将が矢に当たって死んだと言わせ、陣中で哀悼の泣き声を上げさせておいて陣を引き払おうて一斉に立ち退いた。節令は孫策死せりと聞くや、その夜のうちに城内の軍勢を動員し、優勝朝へ陳王と共に城門から追い打ちに打って出たと、たちまち伏兵四方から起こって、孫策真っ先に馬を乗り出し大喝一斉、孫策ここにあり。一同あっと驚き、ああ孫策ここにあり、孫郎なんですねやばい、置いといて、一同は圧倒驚き、武器を投げ捨てて残らず地面に平伏した。孫策一人も殺すなと命令した。長英は馬を返して逃げたが、陳武に一突きで刺し殺され、陳王は賞金のためにたちまち居殺された。節令は乱軍の中で死んだ。孫策は末領に入城して住民を安堵させ、軍を経験に進めて太子寺を捕らえようとした。さて太子寺は屈強の若者2000人余りを集めて手勢と合わせ、劉陽の仇を討とうとしていたところであったが、孫策は太子寺を生け捕りとすると計略を周遊と練った。周遊は県城に三方から寄せかかり、東門を彼らの退路としておいて、城から25里離れてさ、なんか笑いがつぼって置いといて、3か所に複製をするよう命じた。太子寺がそこまで来れば陣馬ともに疲れ果てて生け捕りとなるのは必定と見たのである。もともと太子寺が集めた兵士どもは大半が山山賀育ちの者とて、統制の取りようもなく、しかも経験健常の城壁もあまり高くはなかった。そのよう孫策は陳武に命じて軽装させ、刀を持って真っ先に城壁によじ登って火をかけさせた。太子寺は城に火の手の上がるのを見て、馬に飛び乗り東門から走り出た。孫策が後ろから軍勢を率いて追ってきたが、30里ばかりを走りに走って追手を引き離した。かくて50里も来た時には陣馬ともに疲れ果てたところへ、足の茂みからどっと歓声が湧き、太子寺がすわと逃げかけた時には、両側から足絡みの縄をかけられて馬もろとも引き倒され、手取りにされて陣屋に引っ立てられた。孫策は太子寺が引っ立てられてきたと知るや、自ら立ち入れて兵卒を下がらせ、その縄をほどいて己の錦のひたたれを与え、陣屋に生じ入れた。市議殿が誠の大丈夫であることは、わしはよう存じ上げておる。しかし貴公ごとき大将をよう用いきれずに、敗戦の浮き目に合わす劉陽は、また何たる愚物でござろうかのう。太子寺は孫策の手厚いもてなしに感じて降参を申し出た。孫策は太子寺の手を取って笑い、はっは、神帝での一騎打ちの折、もし貴公がわしを手取りとしていたら、おそらく生かしてはおかなかったであろうな、はっは。と言うと太子寺も笑うて、それはわかりませぬ。孫策は大いに笑うて、幕中に生じて上座に直し、酒宴を開いて歓待した。すると太子寺の言うのに、劉陽殿にはこの度の敗戦で士卒の心を全く失うておりまする。それがしが参って彼らを集め、殿のお手元に馳せ参じたく存じまするが、この段お聞き届けくださりまするか。孫策は席を立って礼を述べ、それこそわしの望むところ、ここで聞こうと約束いたそうぞ。明日の昼帰ってこられよ。太子寺は承知して出た。諸将が、太子寺はこれ限り戻っては参りますまい。というのを孫策は、市議は真偽を知る男じゃ。何これ、市議は真偽を知る男じゃ。いいですねこれね。役を高えることはないわ。と言うたが、諸将はなお信じなかった。翌日、竿を尋問に立て、日陰を測って待っていたところ、まさに正午になろうとするとき、太子寺が千余の兵を引き連れて陣屋に戻ってきたので、孫策は大いに喜び、一同は孫策の眼力の鋭さに敬服したものであった。かくて孫策は数万の軍勢を集めて江東に下り、民衆を威武したので、
降参してくる者数知れず、高等の人民は皆孫策のことを孫老と呼び習わした。まあだから孫老でいいんでしょうけどね。はじめは孫老の軍来たると聞くや、誰しも肝を潰して逃げたものであったが、孫策の軍勢がついてみると、略奪は一切禁じられて、鶏一羽、犬一匹さえ手をつけないので、人民は皆心から喜び、牛や酒を陣屋に届けて軍をねぎらった。ここの犬って食べちゃうんでしょうかね。手をつける。もし普通の軍隊だったら犬をさらって食べるんですかね、やっぱね。孫策はこれに、金や反物を引き出物として与えたので歓喜の声矢に満ち満ちた。劉陽の元の部下で従軍を願い出た者はそのまま軍に残し、軍に残るのを望まぬ者は引き出物を与えて機能させた。かくて江南の民、彼を称えぬ者はなく、これよりして武威富に盛んになったので、孫策は母親、叔父、弟たちを呼び戻して極安に帰らせ、弟の孫権と周泰に戦場の守備を命じた上、自らは兵を率いて南方の五軍へ進出した。時に玄白子なる男が自ら東吾の徳王と唱えて五軍に盤踞し、武将を出して打て過去を守らせていた。この日玄白子は孫策の兵至ると聞き、弟玄与に命じて風郷に出陣させた。玄与が薙刀を小脇に橋の上に馬を止めて控えている旨の中心が中軍にあったので、孫策が直ちに出馬しようとするのを長江がいさめて、御大将たるお方は三軍の頼みとするところ、軽々しゅう抜敗に立ち向こうなどということをするべきではありませぬ、ご自重のほど願わしゅう存じまする、と言うと、孫策は先生のお言葉まことに金石のごときとは存じまするが、身どもが自ら矢種を犯さでは将兵も身どもの命令に従いますまいと存じたのでござる、と詫びてござるとか言われちゃうと置いといて、関東を出馬させた。なんかこういうふうに結局戦闘で戦わないと兵隊さんに示しがつきませんよっていうのが、こう五軍の特徴っていうかね、なんかそういう武装集団なんだと思うんですよね。でも一番弱いというか、まあ置いといて、いやまあこの頃は強いんですけどね、置いといて、でも国力、まあ置いといて、関東が京城に差し掛かった時、早くも将金陳武が小舟を操って岸から橋のもとに寄せかかるなり、岸の敵勢に矢を浴びせかけ、岸に踊り上がって切り込んだので、玄与はかなわずに敗走した。孫策は軍勢を率いて正門に押し寄せ、賊軍は城内に逃げ込んだ。孫策は軍勢を水陸に分けて進め、五条を取り囲むこと3日に及んだが、一人として打って出てこない。孫策が軍を率いて正門の前に進み、投降を進めたところ、櫓に一人の武将が登って、左手を針にかけて身を乗り出し、右手で城下を指さして散々に罵った。太子次は直ちに馬上で弓に矢をつがえ、あたりの大将たちを見回して、それがしキャッツの左手を移動してご覧に入れる、と言うや、ビュンと鶴の音響いて、矢は見事かの武将の左手を移動し、針に縫い付けた。城の内外これを見て喝采せぬはなかった。あたりの者がその男を矢倉から助け下ろせば、玄白子はあのような者がおるのではとてもかなわぬわ、と仰天し、和睦の表情を始め、次の日玄与を孫策のもとに遣わしてきた。孫策は彼を爆中に生じて酒を出してもてなしたが、酒が竹縄となった頃、孫策は尋ねた。その方の兄は何を望んでおるのじゃ。将軍と皇統を折半することでございます。孫策大いに怒って、何、わしと対等のつもりか、祖輩めが何を言うか。祖輩、ネズミの矢から祖輩と玄与を切るよう命じた。玄与がいきなり剣を抜き放って立ち上がるところを、孫策抜く手も見せずに切り倒し、首を落として城中に送り届けた。玄白子はとてもかなわぬと見て、城を捨てて落ち去った。孫策はこれを追い打ち、郊外が火曜を、太子寺が
雨帝を取って数州ことごとく平定した。玄白子は道々略奪を働きながら余光県まで落ち延びてきたが、土民を率いた両僧というものに打ち破られ、さらに海家へ目指して落ちていった。両僧夫人が孫策を迎え入れると、孫策は彼を従正行為とし、共に兵を率いて戦闘港を渡った。玄白子は族徒を寄せ集めて精神の私を固めていたが、帝府が散々に打ち破り、夜を徹して海家へ押し寄せた。海家の大将王朗は軍勢を率いて玄白子を助けようとしたが、一人の者が進み出ていった。それはなりませぬ。孫策が仁義の軍であるのに反し、玄白子は暴虐無残の友柄、彼を手取りとして孫策に献ずるこそ死闘と存じまする。見れば海家軍余陽の人、清和愚名は本、あざな中将その人で軍吏を務めているものである。王朗は怒って彼を退け、愚本は長息して退出した。かくて王朗は兵を率いて玄白子と合流し、ともどもに山陰県の矢に陣を敷いた。双方の陣定まるや、孫策駒を進めて王朗に向かい、わしが仁義の兵を起こして石膏を休んぜんとして参ったに、貴様なぜ族を助けるのじゃと罵ると王朗が罵り返し、貴様こそ強欲な、御軍を手に入れた上我らが境外に立ち入るとは何事じゃ、行は原価の仇を返してくれるぞ。孫策大いに怒って打って遺伝としたところ、早くも太子寺が踊り出せば、王朗を馬を踊らせ、薙刀を振り回して太子寺に打ってかかる。数合せぬうち、王朗の手の武将、周金が火星に入れ、孫策の陣中からは郊外、馬を飛ばせて周金に切りかかり、両軍陣太鼓を高らかに打ち鳴らしての大合戦となる。とにわかに王朗の陣が乱れ、背後から一手の軍勢が切り込んだ。王朗が慌てて馬首を返してこれを迎え撃てばこれぞ周遊と帝府が軍勢を率いて横合いより切って入ったもので、前後から挟んで揉み立てる。王朗は周家敵せず、玄白子周金と共に結露を開いて城内に逃げ込み、吊り橋を引き上げて城門を固く閉ざし、孫策の大軍は勢いに乗って城下に押し寄せると、軍勢を分けて四方の門に攻めかかった。王朗は城中より孫策の手厳しい寄せぶりを眺めて、再び打って入れて決死の戦いを試みようとしたが、玄白子に、孫策の軍勢はなかなかのものじゃ、気候も守りを固めて出ぬがよろしかろう、ひとつきもせで敵の兵糧は尽きようから、おのずと逃げるに決まっておるわ。その時敵の強をつけば戦わずして破れようというものじゃ、と言われて会計場に立てこもったまま打って出ようとしなかった。孫策は数日間立て続けに攻め立てたものの成功しないので、諸将に諮ったところ、孫成の言うのに、王朗がこの剣城に、固い城ですね、剣城に寄っている上は早急には落とすことかなわぬ。海家の軍用金や兵糧はほとんど佐徳に蓄えてある。ここから数十里のところじゃから、まずはそこを取るがよろしかろう。その備えだけを攻め、その不意に譲ると申すのはこのことじゃ。孫策大いに喜び、王子上、まことに妙計でござる、これにて賊は敗れまする、と直ちに四方の門の寄せ手にかがり火をたかせ、旗差し物を立て連ねて軍勢がいるかのごとく見せかけることを命じ、その夜のうちに囲みを解いて南へ向かうこととした。殿が大軍を一挙に動かされれば、王朗が打って出るのは必定じゃ。騎兵を持って打ち破られる、騎兵を持って打ち破られるがよろしいと存じまする。周遊が言うと、孫策はもはや手配してあるわ、城は今夜中に我らがものじゃ、と言うて軍勢の進発を命じた。さて、王朗は孫策の軍勢が退散したと聞き、自ら一同を引き連れて櫓に登って眺めたところ、城下に延々とかがり火が燃え、旗差し物が整然と立ち並んでいたので、心中不審に思ったが、この時周金、
孫策は逃げたに相違ござりませぬ。それゆえわざとかような手を用いて我らをたぶらかさんとしたもの、追い打ちをかけるがよろしゅうございましょう。あ、なるほどね。その裏の裏みたいな感じですかね。玄白子、孫策が軍を動かしたのは佐徳へ目をつけたからではないかの。わしも手勢を出して周将軍と共に追わせよう。オーロ、佐徳は我が方の兵糧を頓積しおるところ。ぜひとも防がねばならぬ。貴公まず兵を率いておいでくだされ。身どもはすぐ後より参る。かくて玄白子は周金と共に兵五千を率いて追って出た。諸侯になる頃、城から二十里余りのところでにわかに密林から太鼓が一斉響いたかと思うと、松明が一斉に輝き渡った。玄白子を大いに驚いて馬車を返して逃げ戻るところ、一人の大将が真っ向に立ちはだかった。火の光の中で見ればこれぞ孫策である。集金が薙刀を振るって取ってかかったが、孫策の槍の一突きにあえなく命を落とし、他の者どもはすべて降参した。玄白子はようよう結露を開いて横へ落ちていった。王老は先手がすでに敗れたと聞き、再び城へ戻るのを諦めて部下を率いて海岸へ逃げ去った。孫策は再び大軍を返し、余勢を勝って城を乗っ取り、領民を安堵させた。その明くる日、一人の者が玄白子の印を孫策のもとに献じてきた。孫策がその男に会ってみると、身の丈八尺、四角い顔で大きな口をしている。名を問えば、これぞ海警軍与党の人、姓は党、名は州、あざな現代である。孫策は喜んで別部芝に任じた。これより東方の各地はすべて平穏となったので、叔父の孫政にこの城を守らせ、主治を五軍の大使としておいて、軍を治めて江東に帰った。さて、孫権は周泰とともに戦場を守っていたが、にわかに山賊が事を起こし、四方から攻め寄せてきた。時に夜も更け渡った頃を射とて、応戦の備えも間に合わず、周泰が孫権を抱きかかえて馬に乗せたところを数十人の賊が襲いかかった。周泰は鎧もつけず勝ちのままで薙刀を片手に14人を切り殺した。そこへ一人の賊が馬上から槍をしごいて踊りかかったが、周泰はその絵を握り取って馬から引きずり下ろし、槍と馬を奪って結露を切り開き、孫権を救い出したので、他の賊どもは雲をかすみと逃げ去った。周泰は身に12箇所もの突き傷を受け、筋層が腫れ上がって命短縮に迫った。孫策はこれを聞いて大いに驚いたが、幕下の長州が、それがしかつて海賊と戦った折、槍を数箇所に受けましたが、海警の軍吏愚本から一人の医者を勧められて半月で治ったことがございます。愚本とは愚中傷のことではないのか。さようでございます。彼が人物であることは聞いておるわ。ぜひここで働いてもらいたいものじゃ。孫策はそう言って長州に命じ、当州を堂々し愚本を招きに行かせた。愚本が来ると孫策は丁重にこれを迎えて高僧に任じ、さらに医者を探している旨を話した。注釈、高僧、功はですね、功績、成功の功に、僧は曹操の僧ですね、高僧氏とも言われる、軍の属官で功績の記録と属吏の任免、賞罰を司る。戻ります。すると愚本が、それは敗国将軍の人で、姓をか、名をだ、あざ名を玄かと申す人で、まこと当代の真意にございます。お召しになるがよろしゅうございます。と言って間もなく連れてきた。見ればその人、童顔に鶴のような白髪をいただき、表然としてこの世の人とは思われぬ風采なので、賓客としてもてなし、周泰の傷を見てもらったところ、これは大したことありません。と彼が投薬すると、一月ほどで治ってしまった。孫策は大いに喜び、肩に厚く礼をした。これより兵を進めて山賊を根絶やしにし、江南を平定したので、孫策は将兵を分かって、養老の各地を守らせ、
朝廷に上奏文を立てまつってこの旨を報告し、また曹操と吉見を通ずるとともに演術に書面を送って玉璽の返却方を催促した。ああ、でも肩が出てきましたね。ここに演術は密かに帝位に上る心づもりでいたので、他事にかこつけてそれを断るとともに、急ぎ長子楊大将都督長君喜礼京瑞上白来白陳蘭ら30人余りを集めて軍議を催した。孫策はわしの軍勢を借りてことを起こし、今日江東の地をことごとく取ったと申すのに、恩を忘れて玉璽を返せと言うてくるとはまことに無礼なやつじゃ。どうしてくれようぞ。演術の言葉に長子楊大将が進み入れて言うのに、孫策は長江の要害により精兵を備えて兵糧も十分に蓄えておりますれば、今直ちに攻めるのはいかがかと存じられます。今日のところまず劉備を打って先に故もなく攻めかかりおった恨みを晴らし、その後で孫策を打つことをお考えになっても遅うはござりますまい。それがしに一計あり、今日の日にも彼を手取りといたすことが叶いましょう。まさに江東の虎差しおいてまず目指すのは序軍の劉というところ。さてその計とは。それは次回で。以上、第15回太史寺盛んに小覇王と戦い孫伯父大いに玄白子と戦う終わる。はい、三国時代って声荒げまくる武将多い。そうなんだよね。何なのあの人たち。なんかやっぱりこう、やっぱり人間鍛えれば違うのかな。やっぱりね、今の人ももちろん今もね、肉体鍛えていろいろね、オリンピックみたいなところがあったり、あるいはまあね、軍隊みたいなところも今もあるわけですけれども、なんかそれを超えたものがあるよね。人間技じゃないような化け物並みに強い人とかいるもんね。何なのこれ。でも面白いですね、やっぱね、三国志は。いよいよね、16回はあれですね、また呂布が出てきますね。やっぱり呂布が出てくると面白いですね。でもむちゃくちゃだった董卓がいなくなるとやっぱりちょっと寂しい気がしますね。というわけでね、1話がどうしても30分は超えてしまう。長ければやっぱり1時間近くかかってしまうので、なかなか進みませんね。この調子で最後まで行きつけるかどうか怪しいですけど、まあ読んでみたいと思います。はい、なんかね、初めはこの物語の絵本っていうか紙芝居って言われてましたけど、絵本の絵をねこの時にうまく出していこうと思ったんですけど、せっかく原文があるのでウィキソースにありましたので、これとちょっと見比べながらやっております。はい、ちなみに私の中では加田先生はですね、スーパードクター K というふうに今なっております。なのでね、ちょっとサムネを作ってこの間もね遊んでおりました。どこでしたっけ、現地じゃなくてね、しゃサムネから入る、形から入りますからね、朗読は。私は最近はこうですよ。なんかね、こうやっぱりいろいろな問題がありますので、ウィキでね、ウィキメディアとかを使うと、まあそれなりの資料が集まりますのでね、それで遊んで作っておりました。はい、というわけで本日はこの辺りにしたいと思います。おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティン。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。